皆さんおはようございますおはようございい、ますすすでではは店長です、はい、今日は5月の17日金曜日なんですけども気づいてる方もいらっしゃると思いますけども、はい、この3日間ぐらい実は取り溜めしてますははい、はい、取り溜めさせていただいたんですけども、まあ、それが何かというと、えー、昨日ね、5月16日から、えー、息子がね一応順調に行って病院に入院している予定ですはい、で、えー、っと、まあ入院することで妻が付き添っていくのでえー、っと、まあここ、えー、どれぐらいになるか分かりませんけども まあ、僕と、えー、子供たち3人を僕が面倒を見ながら今専業主婦も一緒にやっていくってことで、まあ、なかなかどこで時間が取れるかっていうのと、まあ、もう一つは、えーまあ、家族もそうですしねその上で僕自身も、まあ、心そして体その上でちゃんとね整えていかないとってことでこの日に備えて準備してきたことなので、はい、そんな感じで、えーはいえーまあ、単純に言うと、まあ、この期間僕自身もね あのー、ちょっと不安定になりがちなところもあったりしましたしその上で、まあ、子供たちにそれを、ね、伝えると長女と次女はもう理解できます一番下はまだ一切半なので、えー、あんまり全然分かってないんですけども、まあ、長女はある程度なんかこう、まあ、覚悟を決めるというか、あのー、心の準備をしてて、まあ、次女はねちょっと泣いてました、はい、そんな感じで。 あんまりこの子たちを不安にさせないようにと思った上で、専業主婦、しっかり頑張りますので、はいえー、皆さんの力もね、少し、えーえー、お借りできたらなと思ってます。その上で、ちょっとね、今回時間がどこで取れるかっていうのが分からなかったので、あの少し取りためさせていただきましたってことですね。はい、そんな感じで、でも、店長、そんな固まらなくていいよ。あのかしこまらなくても大丈夫です。はい、この期間僕自身がまあ 1>, 1回目2回目とね正直自分自身が結構メソメソした時があるんですけども、あのー、今回僕自身が何よりも、ね、しっかりとあの元気よく子みあを送ってあげてその上で子供たちの面倒を見に行かなくちゃいけないということで強くなったか、うん、強くなったかどうかってのは分かりませんただ心強いなって思えるようにはなりましたそれはなぜでしょうなぜでしょう ジンもいるし、損損もいるし、その上でね、はいあのー、この期間ずっと続けてきた中で、応援してくれてる皆さんがねいてくれてるってことがすごい僕の心の支えです。なので、えー、今回もね、めそめそすることもなく、しっかりとね息子を送り出した上できっと手術も成功するってことで、あのーはい、しっかりと僕の心はしっかり安定してますので、はい、でも、まあ、ちょっと応援はよろしくお願いしますってことなんですが、き、はい、今日は、欲しいものを手に入れるための習慣。 はいでこの期間、ね、店長から、まあ、いいパスを、まあ、打ち合わせしてほしいんだけどね、1回目があれか、天気か、そうですね、天気というか、まあ、ステージが変わる,ス変わるで、ステージが変わるっていうのを、自ら引き寄せる、町の姿勢じゃなくて、自ら引き寄せるためには、はい、自分に対する問いかけをなぜをいっぱい作ってください、疑問をね。 いっぱい投げかけてくれっていうことを言ったんですけども、まあ欲しいものを手に入れるための習慣っていうのが実はあります。その欲しいものっていうのはう単純な物欲ってでもいいと思います。まあもうお金、車、家とかでもいいし、はい。その上で今叶えたいことっったら転職、はい、友達、親友とか、うん、そういったものでもいいんやけど、これをまあ今までも言ってきたことですけども、人って自分の明確な夢 希望願望目標を叶えられない一番の理由はなぜでしょうって言ったの覚えてる忘れるから。 忘れてる人がほとんど、うん、どその明明確確なな目目標標う例えば今年のお正月節句のタイミングで1月7日のね人日であったりとか、はいえー、3月3日のひな祭りのタイミングねあの桃の節句であったり今回やったら5月5日の子どもの,節あの、まあ、単語の節句のタイミングとかで何かを私は叶えようとしたけどあっやっぱりまた忘れてたってなりがちでもこれはね、まあ、仕組み上仕方がないんよなぜって疑問はないかければ、はい、ね 投げかければずっと考えてくれるけど私が今年目標達成することは年商1000万するんだったら疑問じゃないやんそうですね忘れていくもんなん、はいでもそれはやっぱり常に口に出すことも、まあるけどもそれですら忘れていくやんはいああそうですね忘れていくんよ、はい、忘れないためにやっていく習慣っていうものが実はあってそれを上手にやっていくことで確かにね、はい これを一回おすすめされた時に、教えてもらったんよ、ある人に、はいだから。あ、なるほどなと思って、確かに自分が欲しいものに行き着くための流れが出来上がっていくっていう習慣があるよ。はい。それが何か。えー、まずこれやり方があります。一、はい、つ、欲しいものカードを作ってくださいって言われた。<か>名刺ぐらいのサイズでいいよはい。これに、今自分が欲しいものをどんどん書いていくたわけ。 な車やったら車何々何々、例えばそれがね、はい、その人だったらプリウスとかだったりね、はい、車プリウスだったり、はい、お金だったらいくらいくらとか、はいえー、こういう何でも話せる友人だったりとか、転職、もっと自分の、ね、今の環境が変わっていくので転職だったりとかってことを、欲しいものを、ね、何個でもいいから書くわけよ、はい、とにかくです、ね、その欲しいものカードを作っていくわけでかどど、はい、それをどうするか。 至る所に入れて持ち歩くとこれ<ー>潜在意識っていうものに対して、はい、私が欲しいものが何なのかってことをまず明確にしておく、はい、これで、まあ、紙に書いていくっていうものと似てるよねなんだけどこれをカードにしておくだけ、はい、だから例えばこれを鏡のそばに一つ貼っておくとか、はい、えと財布の中に入れておくとか手帳に挟んでおくとかとにかく目につく,につく何かのタイミングでパッと目につくっていうことを覚えておく、はい、でその時に不思議とねこれ。 なんかのタイミングが来るわけよその時にポロッと落とすとかパッと目につくとかってやった時にその時自分があそういえば俺家が欲しいって思ってたなでたまたま財布を開いた時にそういえばなんかここに入ってこれ何やったっけって時に家って書いた時にあ家かって思い出すこの瞬間に自分が今すぐ取りたい行動っていうのが出てきた時例えばなんか電話したくなった誰かと話したくなった どっっかのカフェに行ってみたいこうして行こう、ね、海を見に行こうって思った瞬間その時直感に従って動いてくれっていうが不思議とそれにつながっていく何かになっていくってことがある<ー>俺はね家を買おうかどうしようかって悩んだ時にそれを教えてもらった、はい、その時お金が欲しい、はい、家建てるためにもお金がいるしその上であお金もいるなあそろそろ妻の車も買い替えなくちゃいけないなとかその車だったりとか、はい、家って考えた時にザーって届って。 しばらく経っってて忘れれたたそのカード入で何かの拍子にパッて見たた時に「あ俺そういえば家欲しい」って妻も言ってたし俺もそろそろ建てたな,なと思うけど家かーって思った時にたまたまパッて思い出した友人がおって、はい、でその友人に電話したでいやなんかふと思い出してね」って「こうこうこうで」って言ったら友人から「最近俺家建てたんよ」って話になって「はい、マジで?」って言って「どこで家建てたん?」って言って「どこどこがあってこうなんよ」って時にあ,のあそこの,、ね、あの住宅会社が出してる あのモデルハウス、はい、見に行ってみてすごいイメージ助けてあちょっと分かった行くわみたいな感じで行って流れが流れが、はい、で妻も行ってあやっぱ家いいよねってなっていろいろ見てもらっていってぐるーっと回ってきて最初に友人に勧められた場所の家で建てた家結局なるほどその時おた営業マンの人が紹介してもらってそれでつながっていってなんかあれよあれよという間につながっていったっていう流れになったっていうのがあってこういう方法がある 欲しいものリストそう欲しいものリストをカードにするとまず何個でもいいもう物欲でも何でもバーっと書いていく、はい、でもポイントとしてはパッと見てすぐに細かくバーっと文章にするとあんまりやね例えば<あ>お金ももうお金でもいいし、はい お金だったらなるべく100万なら100万って、はい、もう大きくドンってすぐ分かるように買い取った方がいいと思う,もう車で,も車,種で、ね、そう車種みたいな感じでどん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 って買い取って至る所にペタペタペタって貼ってもいいし、はい、財布の中名刺入れの中手帳に挟んだりとかってやった時に何かの表紙にねパッと目につく時が来るんよその時に私はどうしたいってやったら海見に行きたいとか海でもいい、はいね、あ誰かに電話したいとか誰かに電話でもいい不思議とね 潜在意識の中にそれを取り入れ込んでそれを忘れないようにすること一つその時それをパッと目にすることは偶然じゃない、はい、必然的にそれを引き寄せるそしてその時自分の直感に従って私がその時何をしたいのって思った時にこれやってみたいって思ったら行ってみたい場所なのか会ってみたい人なのか、ね、電話なのか何なのかことなのかものなのかっていうことをパッと思った時にこれしたいと思ったらそれに正直に動いた時に不思議と すぐそうなだからそれに対してタン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 って出来事がつながっていくっていう出来事があるなっていうのを今回、まあ、ステージの変化っていうもので、まあ、自然に起きていくことが一つそしてもう一つは自分に対して疑問を投げかけていくっていうなぜ、はい、なんでっていうここそして結局私は何が欲しいのかってことに対してカードを作っておいてそれを目につく場所だったりとか挟んでおくと結局そこに対してたどり着いていくっていう潜在意識から始まってそれで。それそれ が自分の直感に従って行動していくことにつながってそれがバトン形式でねそこにたどり着いていくっていうことが多々あったその昔いやなんかその紙に書くっていうことは思いついたんですけど持ち歩くとかそこまでは手帳に書いたらさ何、はい、かの表紙で開けて見な,か見ないことには、はい、でも張り出し取ってもいいよでもそこにいっぱい書いておくと。 どどれがどうなったったけでもそれをキーワードにして目につく場所だったりとか貼っておいたりとか入れておくっていう風になる時にそれを目にする瞬間こそ運命必然なのよ、はい、何かがあるんだって思って時々もしかしたら開くかもしれない場所にそっと入れておくとかねっていう風にしておくとその時の流れ自分の直感に従ってくれると流れがバトン形式で減少を引き起こしていくっていう流れが一つありえますよっていうことを昔やってね確かにそれにたどり着いたなってことがあったんで、えー、是非ともお試しくださいっていう話を思い出した。 あそれ面白いですね、うん、ちょっとやってみようと思いますや,やってみて、はい、今すぐここから「あ欲しいものなんだったっけ?」って「欲しいものリスト」何個でもいいよ。はい、ただ細かくあんまり書かんでいいけど,ど、うん、大々的にドン「ドン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 」ドンはい、でいいからそれをやってみるってことで欲しいものリスト潜在意識そしてそこから直感につながっていくっていう流れがありますよってことをちょっと覚えておいてくださいってことですかね。はい、はいそんんな感じで、えーね、皆さんがいつもね、あの コメントを通した上であのたくさんのパワーをいただいてますし、まあ、後,ろ後ろにもね、あのいっぱい、ね、メッセージいただいています、はい。なので僕自身はあの今は安定していると思います、はい、なんですけども、まあ、子供たちのこともそうですしその上で僕もね、今もう1回ちょっと欲しいものリストをもう1回自分の中で考えてみようと思った節目もそうですしいつもねあの、ちょっとまとまってないかもしれないけどもはい、皆さんからもらっているパワーで僕もね、そして僕の家族もしっかりと今落ち着いてますのでしっかりと手術を前にして。あの 僕もね気合い入れていこうと思いますのでよろしくお願いしますってことですはい、はい、そんな感じではい今日も元気よく皆さんをカッツポーズで見送っていこうと思いますではいきます、はい、いきますせ,ますせーのよっしゃ,っしゃということで今日も元気よくいってらっしゃいお気を